橋対長谷川、激対ノーアウト一塁、高木の当たりで一気にホームへ、白井和幸タッチアウト。ブルーウェーブも3回、イチローが2打席連続ヒットで出て福良、エンドランのサインで福良なんとか右に。今日も三塁コーチャーズボックスに立つ監督は迷わず腕をぐるぐる回して、そしてバッティング好調3番に入った小川がセンター前タイムリーで西崎から1点をもぎ取ります。立ち上がり球数の多かった西崎も尻上がりに調子を上げ、4連続三振などブルーウェーブに追加点を与えません。8回からブルーウェーブはここまでファイターズを完璧に抑えた長谷川に耐え、伊藤高秀、今日3打数ノーヒットのウィンター、逆転のツーランホームラン2対1。その裏、今日4安打と大当たりの一郎、フォアボールで2アウト2塁1塁、エースだから思い切っていけ、大沢親分が激を飛ばします。バッター福良、ワンツーから4球目、レフト上段へさよならスリーランホームラン。久々にすっきりとしたブルーウェーブに対し、ファイターズ5連敗です。ウィンノリ対オリックス、今日勝てば勝率5割。そこで大見采配は岡田と田口を入れて和製ラインナップで日本ハムに立ち向かいます。1回に1点を挙げたオリックスは続く2回、2つのフォアボールでワンアウト2塁1塁とし、ここで田口がワンストライクから2球目のスライダーを弾き返し2点目、さらにエラーも加わってランナーに3塁とし、バッターは昨日のヒーローの福良。マシンで捉えた打球はレフトへ、2点タイムリーツーベース。さらに小川のタイムリーも出て、この回合計4点、日本ハム先発の河野をノックアウトします。3回にも変わった芝生から岡田がライトに犠牲フライを打ち、着々と得点を重ね、大井監督の采配がズバリ的中していきます。オリックス先発山沖は重い速球とキレのある変化球で全く元気のない日本ハム打線を封じ込み、6回まで1点に抑えます。7回山沖はランナーを2人出したところでベンチは2番手渡辺をマウンドに送ります。変わった渡辺もピンチをうまく切り抜け、続く8回9回も3人ずつでピシャリと抑えゲームセット。山沖は無傷の故障でチームは5割浮上。明日も勝って勢いをつけ、明後日からいよいよ問題の西武戦です。チームに6月構成をかけたいオリックスは2回、高橋聡が泳ぎながらもリストの効いたバッティングでレフトに大きくアーチをかけ、日本ハム先発の試合安勝から1点を先制します。日本ハムは5回ワンアウト満塁のチャンスを迎えますが、プロ入り初先発オリックス高橋光一がこのピンチもダブルプレーに打ち取ります。ランナーを出しながらも粘りのピッチング、勝ち投手の権利を得ます。しかし7回、ランナーを一塁に置いて白井和幸の送りバントを内野安打にしてしまい、プロ入り初勝利を託し、マウンドを伊藤高秀に譲ります。その伊藤がピリッとせず、広瀬に2点タイムリーヒットを許し逆転されてしまいます。この回さらに1点を加えた日本ハムが3対1と逆にリードを奪います。なんとかしたいオリックスはその裏、ヒットのランナーを一塁に置いてピンチヒッタータイゲイにライトにドカーンと一発、同点に追いつき、さらに福良小川の連続タイムリーで試合を決め、これで日本ハムに3連勝、西武戦に向けてブルーサンダー打線エンジン全開です。主兵器として大沢親分、ヒップリークロスを先発に持ってきます。メジャー7勝のムービングファストボールの使い手、独特の雰囲気を持つロングヘアのアメリカンですが、困ったことにストライクが入らない。1回フォアボールとヒットで満塁のピンチを迎えます。2アウトから今日6番に入った愛子のこの当たり、打ち取ったと思ったはずがポトンと落ちてタイムリーツーベース。1回マリーンズに2点をプレゼントします。いきなり追う立場となってしまったファイターズはマリーンズセカンド堀のこのエラーなどでワンアウト満塁のスーパーチャンス待ってました。ここでバッターは4番マット・ウィンターズ、三振。しかしまだまだチャンスは続きます。続いてはベテラン大島康則、これも三振。そのからの変化球に翻弄されます。そして6回、ファイターズにバッドニュース、打球を追ったショート広瀬が先日痛めた左ふくらはぎをまたしても明日の出場が微妙になりました。6回にはクロスのワイルドピッチでマリーンズに追加点を許すなど、何もかも悪い方へ転がってしまうファイターズ、今日敗れて1年9ヶ月ぶりの8連敗となってしまいました。連敗脱出への起爆剤はやはり広瀬のヘッドスライディング。1回内野安打でチャンスを作ると3番田中幸雄が会心の一撃をレフトスタンドへ。この先制ツーランホームランで日本ハムラインが燃えました。6回に3点をもぎ取り、続く7回この広瀬のツーベースとフォアボールでランナーをためて4番ウィンタースです。出ました、バックスクリーン左への10号特大スリーランで8対1。
打つべき人が打って打線が確実につながった日本ハム、大沢監督にようやく出口が見えてきました。ところが先発松浦が8回に得点のトーンダウンで3失点、すんなりとは勝てない歯がゆさを押し潰すべく大沢監督5試合ぶりに亀石を投入です。この亀石1点は失いましたが、きっちり仕事を果たしてゲームセット。大沢日本ハムは長かったトンネルをようやく抜け出しました。落ちるとまだ落ちてるんだから、もうあと上がるしかないんだから、今までいじめれたところをいじめに変え込んで倒してやるから、打つ方のやっぱり責任というかな、大沢監督の怒りの矛先がまず向けられたのは4番のウィンターズでした。あっさり三振、4番らしさがないとピシャリ。昨日は今シーズン初めて2桁得点をマークしましたが、5番のシュー、3番田中のクリーンナップでヒットわずか1本。チャンスは作りながらタイムリーヒットが出ない、連敗中の悪いパターンに逆戻りしてしまいました。打者というのは粘ってほしいよな、バッターとピッチャーと戦ってる感じな、それがうちのクリーンナップには不足をしてますよ。今日は1対1の同点で9回を迎えます。日本ハムは抑えの切り札金石がワンアウト満塁とされ、ピンチヒッターの五十嵐、日本ハムのサヨナラ負けです。昨日の勝利をバネにできませんでしたが、大沢監督まだ諦めていません。明後日から西武やっつけるから、また必ず立て直してから。15イニングを投げて味方の援護はわずかに3点と、なかなか好投が報われないエース西崎。その西崎は初回、いきなり5番パグリアルーロに先制のタイムリーを許すまずい立ち上がり。しかしそんな西崎を今日は珍しく打線が援護します。その裏、ただいま絶好調目下ホームランダービートップ田中幸雄の第13号ツーランホームランであっさり逆転に成功。さらに西武先発小野の制球難から作った2塁3塁の場面でセカンド小松野がこのタイムリーエラー。運も味方した日本ハム、結局この回4得点を奪いました。続く2回、この日がプロ初登板という西武2番手ドラフト1位ルーキー石井に対しては厳しいプロの洗礼。今日が自らの誕生日、そして生まれはしませんでしたが子供の出産予定日だったという白井和之のタイムリーヒットで5対1。さらに1点を追加した後ランナー2人置いてビッグシュー、この第7号スリーランホームランで9対1。まさに大会日本ハム不調からの回帰祝いにはうってつけの展開だったのですが、西崎は6回垣内に一発を許すなど5点を失い、内転筋に不安を訴えて7回で降板。さらに8回変わった席でも垣内に2打席連続のツーランホームランを許してしまいます。結局序盤の大量点で勝つには勝ちましたが、大沢親分にとっては不満だらけのゲームだったようです。西崎はもう完投のペースなんだけどな、パンクされたらかなわねえから大栄を苦しめねえかな今度な。ウィンターズを相手に何としてでも連敗は避けたい森ライオンズ。しかし先発の村田は先頭の広瀬にヒットを許した後、2番白井和幸には絶妙なセーフティーバントを決められてノーアウト1塁2塁。またこの処理の間にぎっくり腰となってしまった村田は続く田中への2球目、試合開始からわずか4球という速さで結局マウンドを降りることになりました。このアクシデントで森監督は急遽香取をマウンドに送りますが、やはり肩ができていなかったのか田中にはライトへと運ばれノーアウト満塁。いきなり雲行きの怪しいライオンズでしたが、ここはウィンタースのダブルプレーの間の1点にとどめ、香取はこの場面をなんとかしのぎます。先制点を許してしまったライオンズは3回、ファイターズ先発グロスからこの日初めてツーアウト1塁3塁のチャンスを作ると、2番田辺はすかさずセンターへ。序盤1対1の同点に追いつきます。また2回以降は肩ができたのか、香取がファイターズにチャンスをも与える見事な好投を続けるのですが、打線の方は6回、ようやく作ったツーアウト1塁3塁の場面でもファイターズ五十嵐のこのファインプレーに阻まれるなど、なかなかその香取を援護できません。そして1対1のまま迎えた9回、ライオンズはワンアウト1塁3塁でバッター伊藤にようやく出ました勝ち越しのタイムリー。香取は結局初回に打たれたヒット1本という堂々たる内容で9回を完封。ライオンズあさってからのホークス戦を前に貴重な勝ち星を拾いました。